事件現場となったアパート、渋谷炎山町東電を終え殺人事件とは、1997年3月9日未明に、東京電力の幹部社員だった女性が、東京都渋谷炎山町にあるアパートで殺害された未解決事件である。ネパール人被疑者が犯人として、逮捕、有罪判決を受け、横浜刑務所に収監されたが、後に冤罪と認定され刑務所から釈放され、 無罪判決を得た。その後、急報のため2012年に控訴事項が成立した。事件発生から10日後の1997年3月19日午後5時過ぎ、東京都渋谷区円山町にあるアパートの1階空室で、東京電力東京本店に勤務する女性の遺体が発見された。通報したのは、このアパートのオーナーが経営するネパール料理店の店長であった。 後に、被告人となる、ネパール人、ゴビンダ・プラサド・マイナリはこのアパートの隣のビルの4階に、同じく不法滞在のネパール人4名と住んでおり、被害者が生前に売春した相手の一人でもあった。死因は考察で、死亡推定日時は、同8日深夜から翌9日未明にかけてとされる。百九十七年五月二十日、警視庁は、殺害現場の隣のビルに住み、 不法滞在していたゴビンダを殺人事件の実行犯として、強盗殺人容疑で逮捕した。逮捕されたゴビンダは、捜査段階から一貫して、無実を主張し、一心無罪、控訴審での逆転有罪、上告棄却、再審決定を経て、2012年に無罪が確定した。被害者女性は、慶応義塾大学経済学部を卒業した後、東京電力に、 初の女性総合職として入社した劣気とした社員であったが、後の捜査で退勤後は演山町付近の路上で客を勧誘し、売春を行っていたことが判明する。被害者が昼間は大企業の幹部社員、夜は娼婦と全く別の顔を持っていたことが報じられ、被害者及び家族のプライバシーをめぐり、議論が喚起された。犯人を特定する直接の証拠はなく、 東京地方検察庁は、状況証拠を複数積み上げることで、ゴビンダが犯人であることを立証できるとして、東京地方裁判所に起訴した。ゴビンダは無罪を主張した。裁判では、以下の状況証拠を、どう判断するかが争点となった。2000年4月14日、東京地方裁判所で、現場から第三者の対毛が見つかったことなどを、解明できない疑問点として挙げ、 第三者が犯行時に現場にいた可能性も否定できず、立証不十分として無罪判決が言い渡された。しかし、4月18日に検察側が控訴した。大淵敏和裁判長は、同年12月の玉月人事の際、東京地裁八王子支部部総括判事に異動となり、この点につき佐野慎一は彼が左遷されたと指摘している。大淵裁判官は、 判事就任以来20年間にわたり、東京交際判内の裁判所及び最高裁判所でのみ勤務していた。しかし、八王子支部の後は、それまで一度も勤務したことのなかった広島で、初めて交際部総括判事となり、福井、大阪の各裁判所を転々としたが、東京高裁判内の地裁所長、東京高裁の部総括判事以上には上らず、定年に2年余りを残して、 医学体感し交渉人に転じた。2000年12月22日、東京高等裁判所では、犯行直前に被告人が事件現場にいたことと、事件直後に金を工面できたことなどいくつかの状況証拠を理由に有罪とし、無期懲役判決を言い渡した。その判決後半で、逆転有罪判決を言い渡されたコビンナは、神様、僕はやってないと叫んだという。 2003年10月20日に最高裁判所第3小法廷で上告が棄却され無期懲役の有罪判決が確定した。2005年3月24日、横浜刑務所に収監されたゴビンダは、獄中から東京高裁に再審を請求した。収監中の男性に対し、日本国民救援会が支援を行った。また、日本弁護士連合会も、 2006年10月に、冤罪事件として、専門家の派遣、費用の援助など、様々な形での支援を決定している。2011年7月21日、東京高裁の最新請求審で弁護側が、要請し、東京高裁はそれを受けて、現場で採取された物証のうち、DNA 鑑定をしていないものについて実施する、要検察側に要請し、東京高検が、 DNA 鑑定を実施した。その結果、遺体から採取された精液から検出された DNA は、ビンダのものと一致しないことが判明し、現場に残された体毛と一致することが分かったと報道された。これについて、検察側は、複数の状況証拠を覆すものではなく、被害者は不特定多数の男性と性交渉を持っており、精液付着の時間も不明であることから、 犯人が別にいることを直接示すものでもないとしている。なお、この新たに見つかった DNA を持つ人物は、警察のデータバンクにはなく、現在のところ人物を割り出すことができない。この男性 X が誰で、いつ部屋に入ったかは特定できていないため、主に次の二つのシナリオが新たに浮上した。検察が上記の鑑定結果を踏まえてなお、 犯人が別にいることを直接示すものでないと主張しているのはケース2のパターンがあり得ることが一つの理由となっている。一方、ケース1の場合はゴビンダは無実ということになり、弁護団の主張通り第三者 X が犯人となり得る。その後、検察が新たに裁判では鑑定していなかった唾液などについて再鑑定しようとしたものの、 弁護側の再審開始の是非が決まるのが遅れるという抗議によって鑑定するものを絞ることを決定した。さらに被害者の体内から採取された精液と DNA 型が一致するとの鑑定結果が出ている体毛が別人の体毛の DNA 型と一致したことが10月21日に判明した。この体毛は検察側が追加実施した DNA 型鑑定で 被害者の胸や陰部などから採取された付着物だった。DNA 型が判明しなかった2点を除いた、この時鑑定された5点のうち、右胸に付着していた唾液と下半身の陰部などの付着物が第三者 X の精液や唾液の DNA 型と一致したことになる。この時は体内から検出されたことにより、第三者 X が事件当日に 被害者と関係を持った可能性がより高まったと弁護側は主張した。一方、検察側は殺害を直接証明するものではなく、女性が第三者と別の場所で関係を持った際についた付着物が現場に落ちた可能性があるなどと主張して追加鑑定を求める方針だったが、弁護側は必要ないと主張した。2012年6月7日、 東京高裁は最新の回収を認めた。また、ゴビンダの刑の執行を停止する決定をした。東京高等検察庁は、職権で交流を続けるよう要請したが却下され、ゴビンダは同日中に刑務所から釈放された。小川裁判長は、決定理由で、もしも新たな d n a 鑑定結果が後半に提出されていたなら、犯人は別の男性 X ではないかという疑念を、 否定できず、ビンらの有罪認定には到達しなかったのではないかと思われるとした。その上で新たな鑑定結果を無罪を言い渡すべき明らかな証拠と認め、再審開始の要件が満たされていると判断した。この決定に対して、東京高等検察庁は異議申し立てをしたが、同年7月31日、東京高裁は再審開始の判断を指示し、 検察の異議申し立てを棄却した。重大事件の再審では判断に数年かかるケースもある中、2ヶ月弱での決定は極めて異例であった。8月2日、東京高等検察庁は最高裁への特別広告を断念することを発表し、再審開始が確定した。五貧田は入管難民法違反で有罪が確定しているため、国外強制退去処分を受けて、 横浜刑務所釈放後に東京入国管理局横浜市局に身柄を移され、中日本国ネパール連邦民主共和国大使館からパスポートの発給を受けて2012年6月15日成田国際空港から台湾国業旅客機で日本を出国しネパールへ帰国した。こうしてゴビンダは家族のもとに帰ることができたがジップは息子との再会を果たせないまま、 5年前に他界していた。再審開始決定後も検察側は有罪主張を維持していたが被害者の爪から男性 X の DNA が検出されたことから無罪主張に転換した。再審初公判は2012年10月29日に開かれ検察は被告以外が犯人である可能性を否定できないとして無罪を主張、決心した。 同年11月7日、東京高裁は、白鳥決定の判断基準に従い、被告人を犯人とすることには、合理的な疑いがあるとして、無罪判決を言い渡した。検察は上訴権を放棄し、直ちに無罪判決が確定した。12月末、五貧田側から、刑事保証請求がされたことが判明。2013年5月、保証額上限額の、 約6,800万円が支払われた。2013年3月24日、支援団体、無実のゴビンダさんを支える会は、任務官僚により解散し、同年6月8日に、なくせ演罪。市民評議会としてリニューアルした。2017年、ゴビンダは、夫婦で支援者らの呼びかけで来日、文教区民センターで開催された、繰り返すな演罪。市民集会に出席し、 日本は素晴らしい国なのに、冤罪の人がたくさん言います。二度と私のような冤罪者を作らないようにしてほしい、などと語った。その後、五便だが、神様としたうさの真一の取材に対して、渋谷区の事件現場で受け、一番会いたい、司法関係者は、との問いに、一審で、無罪判決を出した、大淵と四和裁判長と答えるなどしたが、再審無罪後、 東京交渉人協会評議委員会議長となった大淵元裁判長に面会することは叶わなかった。本事件では DNA 鑑定の有効性が問われた。一審では反対解釈の余地もあるとして無罪となったが、二審では決定的な証拠であるとして無期懲役の判決が出た。東京地裁の一審無罪判決で交流が一度執行し、 不法滞在による母国ネパールへの退居強制の行政処分が開始されることになった。しかし、控訴していた検察は、ネパールへの出国を認めて送還した後に、逃亡されてしまうと、裁判審理や有罪確定時の刑の執行が事実上不可能になる、として裁判所に職権による交流を要請し、最高裁は一審務罪の場合でも、 上級審裁判所が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると判断できる場合は被告人を放置できるとして交流を認めた。なお、イングランド法体系を採用している諸国では無罪判決の場合、検察は上訴できず確定する。検察は被害者の胸から第三者のものである唾液が検出されていたにもかかわらず、 裁判において証拠開示をしていなかった。この唾液は被告人の血液型 B 型と異なる O 型だった。そのため弁護側から判決に影響を与えた可能性があるにもかかわらず証拠を提出しなかったのは証拠隠しだという指摘がされている。上述の鍵を所持していなかったとする古民だの供述に関し元被告人の同居人が 鍵をビンダから事前に預かって管理人に返したと、捜査本部に説明したにもかかわらず、ビンダが返したとする供述調書が作成され、この同居人には、不法残留であったにもかかわらず警察が従来、以上の月給の仕事を紹介したとされるなど、見立てに従った捜査が進められたとされる。また、事件当時の捜査一課に所属していた者の,の中には、 今でもコビンダが犯人だと思っている者がいるという、ありがとうございます。